追い詰められたらヤバいぞ。倒すか逃げるかどっちにする？時間がないわ。壁が迫ってくる。集中攻撃で倒すのよ。
なんと壮大な。あのような墓荒らしの動向は認めたくないものです。けれど私たちだけでは明らかに無力。それが現実でしょう。あの人は自分の利益だけを考えているわ。利益を約束できれば裏切らないはずよ。しかし殿下、自分は。話は後で。今はまず暁の断片を手に入れないと。眠っているわ、地下の奥深くで。お分かりになるのですか。呼ばれている気がするの。Thank you.
地下なのに霧が出てる。霧ではないわ、ミストよ。ミストって目に見えるんですか？ここではそれだけ濃いということ。魔の気配が満ちているのよ。危険ってことですよね。けれど役にも立つわ。濃密なミストは魔力の回復を早めてくれる。覚えておきます。バンは無茶ばかりだから私がしっかりしないと。かつて神々に戦いを挑んだ荒ぶる者ども、敗れた彼らの魂はミストにつなぎ止められて時の終わりまで自由を奪われた。盲族の伝承よ。王家には覇王と魔人にまつわる物語が伝わっています。若き日のレイスウォール王は魔人を倒して神々に認められたと。以後魔人は覇王の忠実なしもべとなったそうです。で、未だに覇王の財宝を守ってたわけだ。いいえ、財宝とはこの召喚獣そのものでしょう。なんだと？私たちが手に入れた魔人の力には計り知れない価値があります。おいおい、俺としてはもうちょい分かりやすい財宝を期待してたんだがね。どうして？殿下、急ぎましょう。